こんにちは、黒高です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ワンノートサンバの演奏法ということです。ご質問もあったので、まず A メロディー、B メロディーとエンディング、そこそれぞれにフィールが合うフレーズを選んでいくっていう形で、解説していきたいと思います。それでは始めていきます。まずは A メロディーなんですが、タッタタッタタッ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 
カスカスカカンカン。僕はまあサンバっていうのは表と裏が行ったり、だから表裏裏裏裏表表まあね裏っていう風になってると僕は思ってるんですね。なのでこれを右手でやります。結構サンバだと早いのでこういうね、サンバ足のキックもします。だから足のキックもドンツとドンツとドンツとドンドンドンツとドンツとドンツとドンで、特にフィルイン入れなくても足が今のところに合いの手が入るとうまくいきます。でもテンポ速いと今みたいにアップダウンしんどいですよね。そうするとこの、僕のこの教材ではですね、タタタンタタタンでやるといいよって書いてあるんです。チンチキよりはチキチンの方がこういう回転が出しやすいので、ってやるとまあこのメロディーっぽいじゃないですか。ということでですね、タカタンタカタンでやると、みたいな感じでやっていただけると結構この曲はいけるんじゃないかな。僕もこれ学生の時にこう右手が追いつかなくて無理っすって言った覚えがあるね。だからこうやってやった気がする。リム叩けてやる無理っすって言った覚えがありますね。はい、サビの部分はですね、タバラ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 ってなるので横揺れになるんですね。なのでここのね、じゃん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 を決める人がいます。だからっていう風に決める人がいますね。ここのメロディーのシンコペーション合わせてね、っていう人もいますが、これ実際のメロディーにはダンツタンタタタンタタタンなので、ここも裏なんですが、じゃん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 で決めた場合はここに表になるんですね。まあ今みたいに決めていただいても構わないですが、僕はねここ決めない方が好きなんですよね。でタバラバラバタクツクタンツタンっていうのがちょっと前にやったサンバの日です。サンバのよくあるパターン、ちゃんつくちゃくちゃくつくちゃくダダダダダンっていうのをこれで出したいという形ですね。そうすると横揺れのフレーズになるので、 B メロのとこはここが、だからここライドに行って、だから A のとこは2,3,4っていうふうにやると A から B に移った感じがしますよね。で A のところの決めを忘れていましたが、 A のところはここがタンタダッタッタのとこはもう全部ユニゾンでいいんじゃないですか。でいいかなと思いますね。なので、これで B メロのリズムまでいきましたね。じゃあなのでここに下にこれ書いてあるのはチキチンの対応をこれでやっておいていただければ、タツツタはここに出てきてるし、ツクタンはここにあるしみたいな、この動きの感じのこう、まあ要はどうずれてるかって書き出してあるので、これ自分でやってくださいねってことで、まあ特に解説しませんね。最後のはタンタダッタ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 、ここはタンタツカ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 カンカンなんだけど、ここがここタイがかかってるのでここがポイントですね。でタタタタタ、ここはユニゾンでいいですね。
これが決めです。でこれ1回で終わる人もいるんですが、だいたい3回です。3回の場合2回目ちっちゃくします。ワン、ツー、スリー、カッ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 っていう風に決めますね。なのでこれ3回繰り返すだけなんですが、セルジオ・メンデスのやつがルンタタスタタバラバラバウッパってなってるので、タンタダスタ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 タタタタタタバラバダバっていう風にフレーズが入っているので、うんタダツタうんタバレラレラウッタなので、この次の小節の2拍目まで、次のここの小節をピアノが埋めて、この最後の音をやめて、ここをピアノが埋めて、次の小節の頭にドンっていう風にやって終わってるんですね。でもこれはあんまりやらなくて、最後のところをここ一拍ずらす人がいるんですね。そうするとここの音をなくして一拍ずらすと難しいので、タンタダッタ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 ッっていう風にで入れてあげて、2拍目の頭で止まってあげるって、これをやる人は必ず言ってきます。2拍目の表で終わってくださいって言ってくるので、言ってこなかったら4裏で俺勝手に終わっちゃうよ。タタタタタタやらんかな、ボサノバだからやらないかな。まあだからもう最後はもうボーカルだけはみ出ても、もうそれは知らん、言われてないしみたいな感じでいいと思いますね。言ってきます、必ずこう2拍目にずらしてくださいっていうのは。本当にセルメンのことが好きな人はここがピアノで埋めて、ここ1小節空いて2小節目の、ウッカーで終わってくださいって言ってきますんで、そうじゃなかったらこれの3回繰り返しです。そうすると2小節目のこの4拍表のシンコペーションは肝です。ここクラッシュで叩くとうまく合います。タンタンツタ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 タタタダタタタって終わってくれればうまくいくと思います。というわけで、この曲はですね、まあ、あんま器楽の人はあんまやらないんで、ボーカルの人が結構やる曲なので、ぜひマスターしておきましょうということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。